女の声聞こえたよ。え、待って。これが気になりますね。そっち。はい。4歳ぐらいの子ですか。なんか走ってる感じ。走ってる。はい。すごいね。ずっとその女の人が僕の頭の中で、あの人っていうのを言ってるんですよ。あの人？はい。多分それが多分ここに住んでた方のことなんだと思うんですよね。もうこれが池っぽいね。早速霊視を行っていただいたところ、池の真ん中ほどに違和感を感じるのだという。そっちですね。もし気になるとこあれば、はい、もうチェキバンバン取っちゃって OK なんで、はい、ちょっとそこを。ずっと下向いてる女性が頭の中に見えるので。女性。はい。甲府じゃなく女性なんだね、見えるの。そうですね。どうなんだろうね、まあ俺らにはちょっと見えないから分かんないけど女性がどんな感じで、そこでずっと下をこの状態で向いてるので、うつむいてる。はい。ただ悪い感じはしないので。浮遊霊とか。浮遊霊ですね。なるほど。じゃあ何枚かチェキ取ってみますか。はい、はい、続いて唱えながらシャッターを切ると、現場で撮影した写真にははっきり赤いもやが映り込むものの、先ほど写真をお見せした通り編集時には消えており、さらに同じ場所を撮影した他の写真にはそれ以降赤いもやは映らなかった。この近くにいる女の人の霊って、はい、このままにしてても大丈夫そうな感じなんですか？そうですね、今いる女性の霊っていうのは本当に成仏できずに彷徨ってる浮遊霊にはなるんですけど、おそらくこのままにしておいてしまうと良くない霊に取り込まれてしまうので、軽くもう上に上がれるようにしておきたいと思います。はい、お願いします。はい。これで上に上がれるようにしておきました。おお。今の状態はどうなってるのか。まだうつむいてる。うつむいているんですけど、もう上がる道は作ったので、女性が上がりたいと思えばもう上がれるようにはなっていますね。すげえな、俺には全然わかんないけどそういうのがあるんだね。はい。そして我々は今回メインとなる廃墟となった社宅へと向かった。はい、いなそうなのにまだいるんだね。そうですね、やっぱりそこに思いを残してしまうとそこから離れられないので、うん、やっぱり誰かがあげないと、もうずっとそのまま彷徨ってたり留まっているという形ですかね。なるほどね。はい。あ、団地？団地っていうか社宅？今から行こうとしてる。めっちゃ女の声聞こえたよ。ここ、ここ。ここの下。この下あたり。え、なんか喋ってるんですけど、何？あ、秋じゃないですか。あそこの、木のあたり。木のあたりですね。
え、待って。聞こえた？聞こえた。だよね。俺も聞こえてんだけど、めっちゃ。何これ。子供の声か女の声かわかんない。メインはあっちなんだけど。とっさにこっちに反応しちゃったんだよね。ですよね。でも中村さんもそうだった。はい。あの降りた時に、こっち側からなんか、うん、っていうのはあったんですよ。すげえ、俺もなんかあるのかな。力。ちょっと一枚そこ撮ってみますか。あ、お願いします。ブレますね。ブレる。はい。試しにこっちの角度を撮ってみます。どうなるか。お願いします。こっち普通に撮りますね。確かに全然、こっちはちょっとブレて、こっちははっきりしてる。うん、確かに。はい、今、まあ、メインってなる社宅に来てるんですけど、まず、車降りて、メインに来る前に、俺と中村さんで、ちょうどあっちの川の方から、なんか嫌な感じがして、今撮ったんだけど、香りも女の声みたいな聞こえないでしょ。女の人の声だね。なんか、女性を感じるってことで、はい、まあ、それが、まあ、ついてきてるのかな。ついてきてはいない。あそこにいるのかな。そうですね。本当に何体もっていう形なので。何体もいるってことなので、まあ、その現場に今から行ってみようと思います。そのネックレスは何ですか？あ、これはパワーストーンの中でも厳選して作った数珠ですね。結構ピアスめっちゃついてるな。あ、そうですね。なんか性格が悪いとかっていうよりはほとんど趣味で つけてましたね。まあ関係ないからね、霊能力者とか別に、はい、その5分は何ですか？あ、これはと香里さんが取り憑かれた時に渡そうと思ってた5分ですね。おお、ありがたい。名前を入れることでその人を守るために効果を発揮してくれるのでいいですね。ありがとうございます、はい、あそこの右のところですね。入ってすぐの右の方から手配がしますね。嫌な例とかそういうわけではないです。そういう、まずはそういうわけではないですね。ちょっとここを撮ってみます。はい。特に異常ないですか？そうですね、ここに確かに気配はあったんですけど、うん、やった時にはもうほとんど残りの気配ぐらいしかなかったので、うん、どこら辺がやばいっていうんでしたっけ？そう、肉体のそのあ、あそこら辺、あそこと向こうの窓ですね。2階か。はい。雰囲気はあるけど、もうボロボロすぎてやばいね、これ。上は検証したいけど、ちょっといけないから、チェキだけ取りますか。では、上の方が気になるので、チェキで取ってみます。はい、お願いします。どうだろう。ブレたんですけど、1枚目がちょっと気になって、た部分があったので、あ、てか最後取れたの真っ白。そうですね。え、何それ。で、その前に取ったのがあるんですけど、これ男の人の顔ですよね。え、何？この角の部分があるんですけど、ここに映ってる黒い点があるんですけど、これは目口で男性の顔なんですよね。これなんかよく言われるシミクラ的なそういうんじゃないくて。そうですね。へー。この人はどういう類の霊ですか？と浮遊霊とかではなく自爆霊ですね。自爆霊って良くないイメージですけど、霊によって良くないものとか、あとはただ縛られているだけっていうものもいるんですけど、今回のものに関しては縛られているものですね。なのでこれは
害はないですね。こっちを見てるっていう感じ。そうですね。今、まあ、気になるところ撮ってもらって、まあ、自爆霊がいると、まあ、実際俺らには見えないんだけど、まあ、見える人にはもしかしたら見えるのかなと。建物いっぱいあるんで回ってって一番やばいところでもっと細かく検証していこうと思います。あの上の方とかいそうですけど、あそこにはいないですかね。そうですね、今のところはいないので大丈夫ですね。はい、行ってみましょう。こっちの方に行ってみようか。そうだね、結構あるもんね。こっちのところが気になりますね。そっち、はい、気になるのが奥から2番目の2階の窓のところ、さっき歩いてくるときに3箇所を見ながら歩いてたんですけど、その中でも奥から2番目の2階の窓が気に入ったんで。頭痛い。なんか良くなってきてる。よかった。この窓ですね、何かいます。この窓の右奥の方から覗いてる人がいるんですけど、女性男性は男性ですね。どんな表情っていうか、どういう感情の例ですか。表情がそこまで出てるわけじゃないんですけど、なんで来たんだろうなっていう、なるほど、見てる感じですかね。そしたら、まあ、実際2回行けるか分からないけど、ちょっと中見て、で行けそうになかったらさっきみたいに上チェキ取ってみますか。中、はい、チェックしていきます。どう、階段結構しっかり残ってるけど、多分カオリの体重ならギリ。じゃあちょっと様子見で。はい。え、いける？よいしょ。いや無理だったらもうやめていいから。よいしょ。あ、なんか目切ってってる。うわー、すごいね。一応上までは無事来れた。怖っ。無事に2回香りが到着したようですね。男性の霊はどんな感じですか。そうですね、さっきより消えた感じですかね。移動した感じがするんですよね。じゃあ2階にはいないのかな。いや、2階にはいるんですけど、場所を移った感じですね。この辺に男性の霊がいるっていうことですけど、今のところ何も自分には分かんないですね。なんだろうね、歩くような音はするけど、ただの水の音か、何も感じは。なんか走ってる感じがする、ね、走ってる、はい、じゃあ香り来たらあっち撮ってみますか。はい。お、無事。無事。なんか男性の霊移動したみたいです。あ、そうなんだ。全然なんか嫌な感じもないなと思って。じゃあ降ります。気をつけて。はい。ちょっと個人的にそっちの方撮ってみたいと思います。はい。ですかね、足音的には子供の走る音、年齢的に言うと4歳ぐらいの子ですかね。本当に子供だ。香りを待ってる時に何か走ってる音がしたって言ったじゃないですか、はい、あれはその子。そうですね、なんていうんですかね、髪はそこまで長くないんですけど、おかっぱよりちょっとほんのちょっとだけ長いぐらいで、
そこまで分かっちゃうんですね。いろんな子供の例とかも見てきたりしたので、足音とか頭に流れ込んでくるイメージでもう大体は分かりますね。すごい。この奥からすごい気配があるんですね。奥ってここの襖の奥裏ですね。中村さん、こっちはこっち何も感じないですか？そうですね、何もなしで。はい、さっきのせいです。さっき話した時に気づいてたかどうかわかんないですけど、ここの襖の奥でカタンと落としたんですよ。あ、全然わかんない。こっち何も感じないですか？そうですね、何もなしで。はい、そうですね、何もなしで。はい、これ襖の奥行けるかな。襖の奥に人の気配がするって。お邪魔します。ふわ、古い新聞。どう、なんか気配とかなんか感じる？いや、言われたからそう感じるくらい、なんか嫌だなーくらい。右の方がちょっと危ないけど大丈夫、はい、そしたら中村さんだけ中行ってもらって、で撮ってもらいます。足場悪いんで、もしやばかったら戻っちゃって OK。 はい、どうかな、足場的に。あ、やめましょうか。これ香りだったらいけるのかな、もしかして。あ、多分いけると思いますね。はい、行ってまいります。踊り場があるんですけど、曲がる部分、はい、そこら辺まで大丈夫ですね。ここは気配があるっていう場所ですね。ああ、踊り場は見えないから上がれってことかな。よいしょ。何か気になります？そこまで気になるってわけじゃないんですけど、集まりやすいのはもしかしたら作りから来てるかもしれないですね。なるほど。特に霊感のない私には何も感じないですね。どんな感じだった？特に気配はない、ガランとした踊り場って感じだったけど。じゃあ一応その撮った映像を中村さんに見せてみようか。出ましょう。足上がってねえよ。足がね、短いので。今撮ってもらったところどうでした？女性の例が言ったんですけど、やっぱり女性、はい、はっきりとした姿では映らないですね。やっぱりチェキで撮っててもそんな感じることも特になく。そうですね、ただちょっとずれるっていうぐらいですかね。上から落ちただけ。びっくり。じゃあ今撮ったやつの映像を見てもらって。踊り場の方は大丈夫ですね。あの入り口があってじゃないですか、はい、そこのこっちから行ってすぐ手前の亀側の方にうっすらとなんですけど立ってるのが見えたんですよ。あー怖。白い服を着てる、これも女性なんですよね。気持ちっていうか念としてはどういう感じに、住んでた人に対しての思いが残ってる感じなんだと思うんですよ。念ですかね。そうですね、もともとここに住んでた人っていうわけではなくて、はい、
いた場所に意識を集中させながら話してるんですけど、ずっとその女の人が僕の頭の中で、あの人っていうのを言ってるんですよ。あの人？はい。多分それが多分ここに住んでた方のことなんだと思うんですよね。聞こえますかね、今。ちっちゃい声なんですけど、女の人の声が。わかんない。はい。どうしてっていうのは今聞き取れたものとしてありますね。言葉としてはっきりは聞こえない状態で言ってる感じなので、そのどうしてっていうのだけはなんとか聞き取れますね。小さい声っていう感じなんですね、はい。はい、ご苦労様でした。ご苦労様でした。どうでした、全体を見て。まず沼ですね。沼は女性の霊以外はそこまで見当たりませんでしたね。で、なんか沼見て、で我々が車で来て、うん、そしたらやっぱ女性の感じがあって、はい、それは沼とは関係ない。そうですね、関係ないやつで、はい、で、あとはこの、まあ、メインの社宅なんですけど、これどうでした、はい、ここは本当に悪い霊っていうのはいなくて、ほとんどが浮遊霊であったり自爆霊がほとんどでしたね。その自爆霊も別に悪いものではない。そうですね、悪いものではないですね。まあ、多分いろいろ言いたいこともあると思うんでまあそれはもうコメントに書いてもらっても構わないんですけど、間違いなく本物なんでで、また概要欄にあの紹介の文載せておくんで、よかったら見てください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。